オランダの北ホラント州にある、基礎自治体、町。地名はオランダ語でうなぎを意味するアールと、湖を意味するメアに由来する。首都アムステルダムの南西1 3トルに位置し、ランドスタット最大のベスティンデルコトリンフファールと、運河に面する。世界最大の花市場であるアールスメール花市場や、大変な数の苗床、実験施設があることから、 しばしば、世界の花の都と呼ばれる。アールスメール、クデルストアルト、オースティンでの各市町村とカルスラー編の村落から、ヘメエンテとしてのアールスメールが構成される。1866年の地図1133年の文献に、アルスマールがレーンスブルフの修道院に与えられたと、あり、1199年にディーデリック7世、ファンクレーフがこれを正式に承認した。 かつては、ハンノキと柳が茂る荒れ地であった。かつて一帯では、霊館の採掘後に、水が溜まり、オースティンデル池、スヒンケル池、ストム湖、ホルン湖、レフ湖、ベスティンデル沼などの湖があったが、農業に適した土地を求めて次々と干拓された。まず1650年,16年に、ストム湖を1674年に、 オルンコを1852年には市外に隣接したハールレム湖が埋め立てられ、ハーレマーメールの町ができた。後にスヒンケル池、オースティンデル池、レフ湖も埋め立てられた。データンはもはや掘られなくなり、漁業も大敗した。干拓地では、イチゴなどの園芸作物が栽培され、1850年から1885年、頃にピークを迎えた。アールスメールの旗の赤は、 イチゴの果肉を、緑は葉を、黒は土壌をそれぞれ表している。火器は1880年頃の温室バラ栽培から始まった。これら農産物は業者の手でアムステルダムの市場まで船で運ばれていたが、後にアールスメールのカフェで競りが行われるようになった。1912年には中心街のアールスメール中央市場と東部のブルーメンルストの2カ所の市場があった。 町役場第二次世界大戦中は、狂信的なナチズム主義者の市長と一握りのファシスト支持者に支えられ、ナチスからの信頼を得た。ドイツ国防軍のオランダ最高司令官、フリードリッヒ・クリスチャンセンもよく訪れた。終戦後はナチスを支持した市民が裁判にかけられ、その数は100件にも及んだ。1950年には12,500人の人口を数えた。 1968年に前述の2カ所の市場が合併し、アールスメールバナ市場となった。1972年には南部に新しい市場が完成し、1999年に拡張された。市議会の定数は21名である。直近の2010年の選挙を受けた会派別の議席数は次の通り。現在の市長は2013年6月に就任した。 セディ所属の呼ぶ家フォンクフェッターである。アールスメール給水塔の頂上から見たベスティンデルコバスステーションには、下記の路線が停留する。これらの路線はいずれも、運行間隔が30分以内で、便数は多い。話上アールスメール市場は2008年1月1日に、ナールドベイクとレーンスブルフの統合下市場と合併し、フローラ・ホーラントという下取引企業を設立した。 同社社屋の延べ床面積は99万9千平方メートルで世界最大の商用建築物となっている。スキポール空港にも近く世界各地から生産者が訪れる。夏季の旧中央市場には現在エンデモールというテレビ局の支局が置かれており、ブルーメンルストの建物はスポーツ、イベント、会議の多目的施設になっている。アールスメールには 年に一度のイベントや祭りが多い。このうち最も有名なイベントといえば、毎年9月の第一土曜日に催される、ブルーメンコルソであったが、開始から60年後の2007年で最後となった。この他に9月の第2週の、プラメンダーセや、6月の、バンジェサフォントがある。出身有名人現在住んでいる人物、ありがとうございます。